浦和チャンネルようこそ。どうもグッシーです。今日は J リーグ第28節浦和レッズ対ガンバ大阪戦の方が行われます。勝て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 ホームやぞということで、久々のホームです。スタメンの方が発表されました。こちらです。フォワードの方にレオナルド、やっちゃってくれ。そして左サイドバック、金髪2ブロックの山中。それではあと5分で試合の方が開始されますので、ダゾーン観戦していきます。キックオフ。いけるね、レオ。ナイスパス、ゴールキー。ノーファール、嘘でしょ。いや、カードだって。いや、今日審判誰だっけ。家元、お前マジそやろうだね。がてマジ、すいません、取り乱しました。いいよ、いや、真ん中ちょうだい。で、負けろ。おー、浦和先生、いや宇佐美危ないよ、コース蹴って、ダーン。前向こう、前向こう、まだ同点、まだ同点。こういうコーナーキックもないからね、集中しよう、集中。気をつけて、気をつけてよ。危ない。あ、入っちゃった。ファールはない。逆転、まだチャンスあるよ。ただもう、あれ、抜けた。杉本、杉本決めて。おー、なぜ決められない。杉本、それ決めないでいつ決めんだよ。いつ浦和作ってくれんの、杉本。マジこいつなんだけど。すいません、取り乱しました。はい、ということで、今試合の方が終了しました。結果としては1対2で浦和ホームで敗戦。杉本、最後の決めて欲しかった。それでも杉本を信じてる。浦和のエンブレムを背負ってる以上、あなたを信じてます。前半からいい場面も結構あったので、そういう時に決めたかった。チャンスは作れてるんです。特に青木と長澤のボランチが素晴らしくて、攻守においてまあ、躍動してくれて、まあ、浦和の攻撃を活性化してくれました。青木選手、FC 東京には行かないで。夏ぐらいからと比べると、やっぱり、ビルドアップの部分でも非常にチームとしては非常に良くなってます。もうとにかく、前を向くしかない。もう負けたとしても週末はやってくる。次はアウェー貸しません。自分としては絶対に負けたくない相手ランキング、第1位か2位、鹿島。また鹿島戦の後に、アップしたいと思いますので、ぜひ見てください。それでは締めます。いきます。せーの、バイナラ。熱っ。